雷神ファイター山形優馬選手、ヒップキックの元のキック、はい、もど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 こんにちは、タヤルです。オソです、今日は雷神ファイター山形優馬選手に来ていただいております。どうぞ。はじめまして、山形優馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雷神ででも1回も勝ったことないんですよ僕。雷神ファイターでも何かのチャンピオンですよね。あ、ディープキックの元のディープキック、はい、俺ディープキスのチャンピオン。あ、そうなんですか。あ、変わった。ディープキックのチャンピオン、はい、あのもう元チャンピオンになりましたね、返上して、はい。で、ライジン出て、今3戦やったんですかね、ライジンで。ライジン3戦で、あの2回負けて、1回引き分けてるんで、ちょっといい結果じゃないんで。確かに、僕も3回とも見に行ってるんですけど、はい、いやー、すいません。ユーマ何してんねんって言う。確かにいい結果出てない。まあでも、はい、まだまだライジンで勝利していて、はい、ちょっと頑張ってもらいたい選手の一人なんで、せっかく来ていただいたんで、現役のライジンファイターがどんなもんかということで、僕とちょっとスパーリングしてもらってもいいですか。あの、殺さないでください。いやいやいや、こっちのセルフですよ。今日は胸がありますわ。いやいやいや、もう切り取って鑑定でください。いやいや、もうそこはね、そこはね、そこはもうガチでやってもらって。あ、頑張りますよ。はい、頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日キックルールでの対戦ですけど、はい、意気込みはバチバチ蹴り込みます。僕の持ち味でボクシングはやらないですか。近づけば出したいんですけど、もうやっぱりパンチ絶対僕より 100% 強いんで、付き合わないようにします。蹴りが得意なんで、蹴りから合間にパンチを出していくような感じにしようかなと思います。蹴り怖い。ちょっとしっかり蹴り来てもこう合わせていけるように、はい、あ、難しいな。まあ、自分のペースに持っていけるようにこうちょっと距離潰して頑張ります。はい。はい、今から3分1ラウンドキックボクシングルール、ボクシングチャンピオン対キックボクシングのチャンピオンで対決します。お願いします。距離、ナイス、距離、パス、いいね、ナイス、いい、
30。おおおお。ライブリー。今日そう、そう開始、そう開始、開始、ロックして開始。おおおお。10秒。合うよ合うよ。キック合うよ。ナイス。3秒。ライブリー。あじゃあよい。やった。ヘルビシ出る。ヘルビシ。勉強になっためっちゃ。教えてもらおう。教えてもらおう。ちょっと教えてもらっていいですか。あはい。すいません。持ってるので。ケリーでやれば。はい。はい。いやーすごい勉強になりました。いやいやいや。何秒かな、ほんま。なあ、さっき喋って。あ、マウスピース応援してないから。マウスピースしてないのに。俺より滑舌悪い。今日はちょっと僕さっき実際にやって、そのローキックとミドルキックとどっち飛んでくるのか全然出所が分からなくて、ちょその反応に、まあ、カットもしたかったんですけど、やっぱなかなかミドルなんかローなんかって線引きが難しくて全然できなかったんですけど、そのちょっと見極め方っていうか対処法をちょっとスペシャリストですよね。いやいや、ちょっと悩みましょう。そうなんか聞きたいことある？さっきのスパー見てて。キックってつかみにいったらいけいいんすか？あ、つかんでもいいんですけど、瞬間的に離さないといけないんで、ババンもう瞬間的ですね。それってすごいやっぱ行動技術じゃないですか、はい。慣れてくるとあれなんですけど、逆に慣れすぎてハイキックとか蹴られたあまりなので、そこの見極めは正直僕も難しいところあるんで、一番はやっぱスウェーしてしまうのと、カット、この両方使えるといいなと思います、ね、カット実践して教えてもらえますか。はい、お願いします。お願いします。先生やな。平君にあり当たりやすいなと思ったのもそうですし、はい、僕の得意技である左ミドル、はい、まず、はい、こうグッて腕で受けてもらってたんで、はい、やっぱグッと力が入っちゃうんで止まっちゃうんですよね、はい、なのでちょっと難しいんですけど、前足を内に入れてあげる。そうですね、これでこれ次ローキック蹴られたらどうなんだったら、ローキックもこれで対応できるんで、はい、前足でちょっと内向けられるだけで蹴りにくい。ミドルキックでもローキックでも、はい、絶対嫌じゃないですか。ああそうっすね。できたら高さはちょっと若干膝でカットできたら一番いいかなと思います。ボクサーの人って結構パンチで重心低かったり前に乗っちゃうんで、キックの時は若干こっちにもこっちに乗るぐらい反応できるぐらい、あ、そうですね、一回やってみます。あ、そうです、いいね。あ、そう、OK です。まあ、いけてますむずっ。いいね、これで。でも反復練習ですよね。あ、そうですね、結局反応して。だ特に左ミドルなんで、はい、今そういうカットなんですけど、はい、次右の場合は、はい、まあこっちも蹴ることはあるんですけど、はい、こっちのローキックとかはそうですね、膝を外に向けてあげるのと、ミドル蹴られたらそうですね、高さ大丈夫、全部カットこれなんですね。あ、これだけです。これでも反復練習が大事ですよね。そうですね。ほんならちょっと今からお願いしていいですか。はい、立ってください。ちょっと本番はあんまり足痛くない。痛くないんじゃん。はい、そうですね、忘れてるんですね。これはじゃあもうほんまにこれで、そうですね、クローとミドルはそれで対応。パンチこれに合わせていくってなったら、カットしてパンチ、僕こっちで蹴ることが多いんですけど、はい、この場合はあのカットしながら返すのが難しいんで、もうそのままこっちに入ってきたいんです、ね、高弘くん一回蹴ってもらっていいですか、はい、こっちに。おー、あの、ボクシングに音取るみたいな。あ、こっち、はい、あが一番ベストかなと思って。蹴り出しに。あ、そうですよ。おお、今のはこれやな。今のはちょっと使える。ちょっとこれちょっと怖いから。そうですね。膝怖いんですけど、そこは多分もう難しいんで、もう一気にちょっと入っちゃう方が。膝をボディにしちゃう。はい。ボディにするでしょ。右とかやったらこっちに入るの難しいと思うんで、僕は。あ、カットしてますね、こっちの。カットしてから返すみたいな。はい、返してます。で、うまい人はこっちにパッて、ダンダン。あ、こっちに逃げちゃう。はい、僕は打ったりしますけど、基本的に僕はカットしてからやり直したりします。おー、いいね。
おー、いいねー、あー、いいねー。あ、今日ちょっと時間あれなんで、また専門ノックみたいな付き合ってもらって。わかりました。専門でいいんですか。わかりました。はい、おめでとうございます。お願いします。サイキックに対しての対処法を今から教えてもらいます。お願いします。まあハイキック僕もやられたら嫌なんですけど、まずはハイキックやるときに嫌なのは相手に触れられないことが一番嫌なんで、あのバックステップとスウェーを使うといいかなと思います。で、はい、スウェーは多分ボクサーの方よく使われると思うんですけど、キックも同じで上半身を、はい、反らすだけで、うん、あ、そう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 、うん、あ、そうです。で、このスウェーの後、うん、結構蹴りの距離は遠いんで、パンチを当てたらめちゃくちゃ一気に入らないといけないと思うんですけど、まあ、スウェイが一番僕としては嫌なんですけど、はい、スウェイが一番嫌ですか。スウェイが一番嫌ですね。次すぐ帰ってくるんちゃうかなと思うんで。一回なんかみんなハイキックをなんかハイキックと見せかけてミドル蹴ったりとか。あ、しますね。はい、それそこの見極めってスウェイしてミドル蹴られたら当たっちゃうじゃないですか。はい、ここってどうですか。ミドルもらっても、あの、そこはガードしてる。そうですね、ポイントさえずれてるんで、あんまり気にはしてないです。あ、じゃあミドルはガードしながら状態で。あ、そうですね、こんな感じで、はい、ちょっとずらしてるんで、あんまり当たっても効かないんで。広がっていいですか。はい、すごい風が。あ、そうですね。あそうですね。おざかしいな。あ、そうそうそう、うまいな、でも。あ、そうです、そうです。あ、こういう時もハトから使う。そう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 。で、あの、うまいと、蹴り、ローキックとハイキックをうまく混ぜてくるんで、あの、ちょっと若干反る人多いんで、ハイキックは。その、体が反ったなと思ったら、スウェーして、反ってなかったらローキックやなとカットしてっていうのを、ちょっと見極めるポイントがどこであるかな。面白い。めっちゃ細かいんですけど。あ、すいません。分からへん。あ、すいません。ちょっと難しいんですけど。まあ、ガードさえできるな。そうですね。俺もハイキックあれやらしてスウェー。楽しい。いいですか。はい、めっちゃ楽しい。え、ガードお願いします。つながる。なってない。ありがとうございます。そんなことないやろ。集中けてやる。そんな今日元気なかった。めっちゃ敏感やん。あ、ごめんなさい。